顔でツルツルからボーボー感いらなかったちょっと汚くない大人になるとちょっと汚さを求める汚さが重要大人っていうのは汚い生き物だから汚い上がりよー、はいはいはい、というわけではいはい、じゃあお便りね、あります？そう、あります、こそっと聞くのよ、ね、はい、中学へのね、あのお便りや、あの番組のね、あれが聞けましたらこちらでね、紹介の手はずでございますがはいはい来てません、来てませんですね、はい、はい、まあ、まあ、あの、ね、結構今回に関しては、はい、メールをいただいてはいますか、うん、はい、いただいてはいますか、はい、はい、ありません、あー、いや、まあ、こちらの件に関してはございません、はい、まあ、それはまあまあまあ、いや、まあ、はい、でも、いや、正直言って正直言ってですよ、はい、はい、ここで、はい、僕らは、シューマ君に、はい、映画の件を聞きたいんですよ、映画の件、うん、映画って、どうやって撮るのから始まる、はい、僕ら、正直言って、自作映画、はい、で、まあ、うんと、第1弾を出させてもらいましたけども、はい、これが正解なのかどうなのかっていうのは分からない、はい、まずね、うん、基本は無視してると思う基礎的なものは全く無視してる、無視無視、本当無視、ね、まあ、とりあえず形にしてみようという自分たちのある知識やね、うん、調べたものだけでこう作ったものなんで、うん、まあ多分あのセオリーとかねやっぱりあると思うんですよ、その基礎みたいなところっていうか、でまあまあ中馬氏はどういうやり方で手法で、はい、あ、自分ですか、自分もそんなセオリーとかない、あ、でもあるかもしれないです、感覚的に何から、あの、逆に言うと何から作るのかってとこなんですけど、僕は、はい、あの脚本まず書くんですよ、はい、脚本書いて、それの小説バージョン書いて、はい、で、絵コンテを書いてみたいな流れで、あと撮影に入ってみたいな感じなんですけど、そうです、自分は音楽を聴いてからやりますので、結構商業映画とかってストーリーとか作ってからそのストーリーに合うような音楽作るじゃないですか、うん、でも自分、まあ、そういうの、あの人脈のないそういうの作ってくれる人もないので、うん、あのフリー素材の音楽を聴いてそこから想像できるストーリーを形にしてって映像化してたって感じですね、前は、へぇ、なんじゃ、その音楽に対しての映像だからあんだけ綺麗に描く、そうですね、全部頭の中に浮かんでる映像その形にするそもそも、ああいう映像を作れる人ってきっとうちらとは感覚が違って多分見てきたものが多分ちょっと違ったり視点が違ったりすると思うんですよ、よくどこで遊んでたとか、はい、子供の頃とか、はい、っていうのはありますよ、子供の頃は公園とかで遊んでましたね、まあでも結構昔から映画好きだったので、当時はあの親がウード会用に買ってたビデオカメラとかで勝手に使って友達と一緒にアクション映画のモノマネとかやったりパロディーをやったりとかっていうのを知ってました、公演とか、まあでもその頃からそういうちょっとずつやってた、そうですね、本当にその頃本当に遊びでやってましたね、あとはなんかもう本当に映画好きだったDVDプレイヤー、あの画面がついてる、 あれを公園にわざわざ持ってってみんなで好きな映画見るとかね、へー、もうだって僕らって言うとあれだけど、あんまだってね、俺とタマ様に関しては多分そういう遊びはしてないですよね、あー、まあそうですね、僕らはもうやっぱりあのゲームとかもゲーセンから始まって、うん、でファミコンが出てきてようやく家でもうゲームできるみたいな世代なんで、そうもうその電子機器ってそれしかないんで、あとはもう本当にこのぐらい の、はい、あの電池、あの炭酸電池何本か入れたらゲームできますみたいな、なんかインベーダーゲームみたいなね、みたいな、ああいう感じの光ってここが光ってみたいな感じだみたいなぐらいの電子ゲームしかない時代なんで、映像を自分でいじれるようになったのって俺20歳になってから、あの8ミリをね、うわ、いい、そうちょっとあの譲ってもらって、で、まあ、8ミリカメラでこう撮って、最初友達とかと、ね、心霊スポットみたいなとこ、ああ行きたくねえと思いながらこうちょっと撮りながらとか、なんかそういうので遊んでて、まあでもなんかその頃はまだそんなにすごいやりたいっていうわけじゃなくて、あ、面白いなって思ってたけど、これバンドの方を僕はやってたんで、バンドやって、まあそれで、まあそのや、まあそのまあ、あるけど、まあ終わったなって時にちょっとそういうショートフィルム作ってますって、会社の
人と知り合って、あのまあ国際短編映画祭とかに出してる会社の何作かもね、ノミネートされて入ってて、あの DVD とかもなってるんですけど、もうすごいですね。なんかその人と繋がってて、まあちょっと面白いなんかと取れなくなっちゃったんですけど、はい、うん、なんかその頃からもう十何年前からこうやりたいなっていう、そしてこう旭川の逸材です。旭川逸材ではないですよ本当に、なんかでも僕旭川でこうやって生まれましたけど、うん、生まれ育ちましたけど、うん、あの時代でしょうね、遊戯王が流行ったんですよ、小学校の時に、なんで友達の家で遊戯王カードをしたりとか、まあ、でも、そうやって映画撮ってみたいとか、映画も僕も好きなんで、っていう話をした時に24が流行ってて、だからあのシステム、あの4つ画面になって真ん中に時計が出てっていうシステムで、ちょっと24チックな、なんかサスペンスを作ってみようみたいな感じで、中学の時にちょこっとだけやってみて、それ楽しかったんで、なんかまた撮ってみたいなっていうのはあったし、でもそれからまた映像っていうのは本当にもうニコ生になっちゃったから、編集っていうのをしたことがまずないから、そんな感じで本当にね、動画っていうのはあんまりちゃんとしてはないかな、自分自身は。だからやっぱり見てる視点が違えばさ、こうやって、ね、遊ぶところからまた違ったりなんなりって、やっぱりそんだけ子供の頃からしゅんま君は映像にね、携わってたんだなっていう、そんなしゅんま君も、実は、もう少しでお時間になってしまうということで、あらもうね、早いですね、あっという間でございます。はい、いや楽しい時間過ぎ、嬉しいです。もう次いつあるかわかんないから今日終わっちゃったらもうねということでですね、しゅんま君、番宣とか何かありましたら、どうぞ。あ、はい、じゃあ、今、3月23日から、4月15日まで、東京の方なんですけど、六本木ヒルズの、展望台で自分の映像がモニターに流れております。で、その展示会みたいな感じになってまして、イベントで、東京の桜というテーマで、あと建物というテーマで出させてもらっています。ぜひね、お時間のある方は、六本木ヒルズ展望台にて、東京の景色も楽しみながら自分の作品もつまんでいってもらいたいと思います。よろしくお願いします。いつまで？4月15日までです。あー、いけないんだな、いけないんだな、うちらが。その映像っていうのはこっちで撮ったやつ？そうです、こっちで撮ったやつ。あー、それはそれを見に、その展示会がじゃあ終わりましたってなったら、どっかで発表したりする。あ、実はもう YouTube に上がってるんですよ。あ、上がってるんだ。上がってるんだけど、でも勝手にリンクから見てでもやっぱりね、そうやって取り上げられてるからさ、東京で見てほしいですよね。そうですね、東京の綺麗な景色も一緒に見てほしいです、はい、という感じで、番宣はあとは大丈夫ですか？はい、あとはツイッターの方も、やっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。はい、ツイッターの、名前とかどう検索者出るとかってなりますか？リンクします下に、まあ、動画上はリンクしますけど、今ニコ生で、はい、はい、@SYUMA56 で検索したら佐藤柊まで出てきます。はい、ということで、まあ、動画の方では下の方にリンクがあって、ありますけども、まあ、ニコ生で今ね、やっておりますんで、そちらの方で聞いてる方は、いち早くこう検索をしてもらえる人がきっといるんじゃないかな、なんて思っていますんでね、はい、まあ、あとは YouTube の方もね、みんなにね、見ていただければ嬉しいなと思いますよ。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、ということでね、はい、今日はもうまるまるっとね、なんかいろんな話を聞きましたけれども、はい、はい、これからもいろいろよろしくお願いしますということで、はい、大阪行っても頑張ってください。本当によろしくお願いします。本当にお願いします。なんか違ったものを感じた。ちょっと違ったものを感じた。ちょっとなんかありましたね。ね、はい、ではでは今回のゲスト、映像作家でありカメラマンの佐藤柊真くんでした。はい、ありがとうございました。はい、
はい、ということで、はい、はい、ごめんなさいね、入り替えてなかったね、はい、俺のどはやるんだけど、あの、まあまあ、そんな感じで、はい、今回のゲスト、シューマくんも、ね、はい、出てくれましたけども、はい、今ね、この時期忙しいのに、ちょっとね、スケジュールなんとかやってもらって、ほんとね、わがままで読みましたけど、本当絶対出てほしかったんで、うん、はい、ずっとね、ずっと、うん、出会った頃から、なんか一緒に動画を出したい、うん、なんか一緒に絡みたいっていうのあったので、そうですね、まあ、もうね、大阪に行ってしまうということでね、今後ちょっと絡むのは難しくなってしまうのかなとは思いますけども、はい、まあ、最後の最後、ちょっとね、こうやってラジオの方に来ていただけたっていうことがね、はい、本当に嬉しい限りでございますけどもね、そうですね、はい、はい、まあ、今後、はい、週末活動もね、追っていきながら、追っていきながら、そうですね、僕らも追いますけども、皆さんもこう、はい、各自で追っていただければ、はい、ね、僕も SNS とかでね、よく、ただ Twitter とかだったら、まあ、リツイートしたりとか、うん、まあ、そのね、引用リツイートしたりとか、まあ、そういうなんか Facebook のこととかね、ね、うん、あれしますので、皆さんもそちらの方、興味がありましたら、ぜひ覗いてみてください。はい、まあ、あとですね、はい、普通のお便り、普通お便りですね、はい、の方もまだまだ募集しておりますので、はい、はい、どしどし、はい、メールの方、まあ、質問とか ね、いろんなこと、全然構わないのでね、メールしていただければ嬉しいなと思います。はい、いますはい、やりたいと思いますね。はい、はい、で、はい、いつもでしたら、はい、ここで、はい、まあ、4月のトークテーマ等々を発表するんですが、はい、実は、はい、重大発表がえ、うん、はい、ございます、ございます。はい、言いますか。そうですね、タマ様の方から発表していただければ嬉しいなと思いますけども、はいはい、じゃあ重大発表いきますよ。ニコ生超会議2018参戦決定。はい、というわけでですね、まあ、詳しく言うと、はい、ニコ生超会議2018、こちらの超外配信ブース、はい、こちらの方で、応募しまして、はい、はい、めでたく、僕とブーちゃん受かりました。しかも同じ時間帯で。はい、というわけで、28、29の両日なんですけど、29日の日曜日の朝10時から11時の枠、こちらで僕ら外配信しますので、はい、はい、こちらのチャンネルでね、チャンネルというか、コミュニティか、はい、うん、ニコ生の方はコミュニティで、はい、やりますので、はい、はい、ですね、見てください。まあ、このチャンネルっていうか、コミュニティもそうですし、はい、僕の方の、はい、ニコニコの、はい、コミュニティでも配信をしますので、はい、はい、まあ、多分同じ時間帯で2人並んでやってんじゃねえかなとは思うんですけども、はい、もしそちらの方もね、はい、ご都合がつけば、見ていただければ嬉しいなと思いますよ。はい、はい、そうですね。そして、そして、まあ、ちょっと重ねて言っちゃいます？はい、重ねて言っちゃうと、お気づきの方はいるかもしれません。ドル生ラジオに、最終日曜日となっておりますので、はい、はい、なんと、4月は29日が最終日曜日ということで、はい、はい、来月ね、ニコ生超会議、外配信した日に夜、ラジオです。なんと、続くんだな、これがまたイベントがどんどんとはございます。またまた続いちゃう感じでね。夜まで気が抜けないよ、これ。そうですね、しかも夜の10時ですからね。なかなか多分僕らも飲んでますよ、きっと。もうそうですね。もうなんか多分ちょっとね、まあ、若干おのぼりさんでやってる感じそうかもしれないで、初めて外配信というか、外配信、うん、まあ、ラジオで言うと、はい、まあ、公開収録的な感じで、そうですね、多分、うん、配信をすると思います、うん、なので、うん、次回のラジオに関しては、うん、動画付きです。あー、懐かしい。もう、うん、このラジオ、生放送自体が生放送で動画を出してしまいますので、うん、そうですね、はい、動画というか、うちらの今ちょうどやってるところを出しちゃうので、はい、うん、ちょっと特別感があるようなね。そうですね、はい、もうそれはもうただの本当にニコ生じゃないかっていうね、声も聞こえなくもないんですけど。まあまあ、そうですね、一応ラジオということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあそうだな、確かにそうだな。普通のニコ生だろ。ただただニコ生じゃねえかと。まあ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 、はい、ね、はい、次回は4月の29日夜の10時より、はい、初めて外配信見て、はい、公開録音みたいな感じでですね、はい、ラジオの方もやってきますんで、はい、そちらの方もよろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、4月のトークテーマですが、はい、ございません。
おっとナッシングですごい駆け抜けましたけど、なりですなしなしですなしですなりですって言われる。いやマジですか、そんな感じでいいんですか。まあ、まあ、まあ、そういう感じでいいですか。そうですね、なしで、はい、なんだ、その日の、はい、その人が東京にいた時のお話もできたらなと思っておりますよ。そうですね、はい、ノリとね、あれ勢いでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、はい、時間もないんでアドレス紹介しちゃいますね、はい、皆さんのアドレス、お持ち、アドレスメールお持ちしております、はい、アドレスはですね、はい、ドルナマラジオ @yahoo.co.jp、はい、ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO でございますので、間違いなく、送っていただければ嬉しいなと思います。はい、ということでニコ生では来月29日22時ですね、はい、にお持ちしております。それではドルル TV 進め YouTuber 玉様とブーちゃんでした。したっけ